かねてよりモンスター井上尚弥選手との対戦を熱望し勝てる見込みがあるとまで豪語していた亀田一家の三男亀田智樹選手。しかしながら彼は先日行われた IBF 世界フェザー級2位決定戦に挑みまさかの敗北を喫してしまいました。というわけで今回は井上選手に勝てると豪語していた智樹選手の末路をご紹介いたします。最後までついてきてくださいね。智樹選手の兄幸喜氏がファウンダーを務めるボクシング興行最高ファイトボリューム7健闘氏は原骨で語るのメインイベントを飾った IBF 世界フェザー級2位決定戦。あまり聞き馴染みのない2位決定戦ですが陣営では先を見据え重要な試合と位置づけていました。対戦相手は元世界2階級王者で同級5位の智樹選手は同級8位レラとドラミニ選手。このドラミニ選手はこれまで IBF アフリカフェザー級王座 WBC シルバーフェザー級王座 WBC インターナショナルフェザー級王座を獲得した実力者。通算戦績は19勝 11KO2 敗となっていました。対戦相手の映像を見たという智樹選手はアフリカ選手は足が速い12ラウンドあるんで最終的には足を止め最後はノックアウトしたいというフィニッシュパターンを想定。聞き慣れぬ IBF 世界フェザー級の2位決定戦と発表されたことにプロモートした幸喜氏は IBF は厳格なルールを定めているが世界挑戦チャンスを得るには2位につけておくことが重要。 IBF 以外にも4団体あるんで動向を見つつあらゆるパターンを想定して智樹の世界戦を来年の早い段階で組みたい。今回が世界前哨戦と位置づけていると解説していました。前日計量でも智樹選手はフェザー級でも通用する体を作れたと自信満々。階級が上がったことをプラスに捉えバンタムスーパーバンタムだと減量しすぎてパワーが発揮できなかった。フェザーではスパー通りの動きができるんじゃないか自分でも明日は楽しみとしました。内容次第では世界に向けていくことになると意気込みを明かしていました。試合が始まると智樹選手は冷静な立ち上がりしっかりとガードを固めながら戦うも手数の少なさが目立っていました。互いに決定打のないままの展開に会場のファンからは智樹行け手を出せの声が。終盤ようやく手が出始めると10ラウンドにはボディで相手がダウンのように見えましたがこれは惜しくもスリップの判定。しかしこのラウンドでドラミニ選手は右目の上をカット。これは智樹選手のヒッティングによるものでした。なんとか攻勢に出て巻き返そうとしたものの最後まで有効打はなく1対2のスプリット判定で智樹選手の惜敗という結果に終わりました。試合後智樹選手は最初の方は距離が一歩遠かったかなとちょっとずつこっちのペースにしてポイントは取ったかなと思ったんですけど判定については何も言うことはない自分の負けです。ジャッジがそういう採点をしたのであれば徒敗戦を認めました。序盤のラウンドは相手にポイントがつき巻き返しきれなかったことに関して自分らは勝ったとは思ってますけどそういう採点が出たのであれば仕方のないこと相手の選手とチームに日本でやってくれたことに感謝したい。得やしさをにじませながらも相手へのリスペクトを忘れませんでした。そして今回は試合の前からトレーニングもできていい感じでできたけど試合はこういう結果になった。試合前から圧倒的な勝ち方をしてみんなが望んでいる井上チャンピオンとの試合がモチベーションやったんですけどアピールできなかったんで井上チャンピオンの名前を出したことは申し訳ないと肩を落としていました。今後については計画が狂うのはもちろん今回勝ってアピールしてこの次に世界戦につなげたかったがガラッと落ちる。せっかくこういう舞台を用意してくれて世界戦2つあるのにメインにしてもらってこういう結果になってしまいお兄ちゃんに申し訳ないと淡々と話しました。父四郎氏も感情押し殺した様子で控え室へ向かいしゃあないしゃあない結果やから判定はともかく智樹の力が出てなかったということ課題ができてよかった問いさによく敗戦を受け入れ判定を下した IBF のオフィシャルの横通りながら特に説明を求めることもありませんでした。幸喜氏は素人受けする試合ではなかったがジャッジ泣かせの難しい試合だった。1ラウンド1ラウンドのポイントの積み重ね天球初戦でフェザー級の世界ランカーを相手に戦った必ずしも悲観的にも考えたくない。智樹は2回3回負けてるボクサー1回負けたからどうとかでもないし最高ファイトは最高させる舞台でもある。智樹が戦える体があって臨むなら世界3階級制覇を実現させたい。惨敗の KO 負けなら一気にランキングが落ちるが智樹陣営が望むならこれからもずっと最高ファイトは舞台を作り続けるだけと語っていました。一方のドラミニ選手は僅差を制しリング上で叫び喜びを爆発。これで世界的にも層の厚い階級で世界挑戦のチャンスに大きく近づいたことになりました。リング上では日本で強い元世界王者とやり勝ってすごく嬉しい。亀田智樹は今まで対戦してきた中でも上位のグッドファイタースピードがあり爆発力があり経験もあった。
と振り返りました。この試合で観戦しながら生配信をしていた YouTube チャンネル、渡嘉敷勝男&竹原慎二&畠山貴教公式チャンネルでは、元世界王者の畠山貴教氏が渡嘉敷選手へ厳しいコメントする場面があったようです。試合中、なかなか好戦的になれない渡嘉敷選手に、彼はなんでこんなに手が出ないの、体調悪いの、井上ちゃんに勝つって言ってんだからさ、こんな試合じゃダメよ、これじゃ井上ちゃんの名前出したら怒られる、と終始ダメだし、試合後には率直な感想として、残念だったな、この試合はこれじゃあこの先厳しいんじゃないかな、とぽつり。また仮にホームで判定勝利でも厳しいよ、と一言。フェザー級がどうとかではなく、戦い方の問題、と語り、世界レベルでは話にならないと言ってもいいんじゃない、と手厳しい言葉をぶつけていました。フェザー級転向初戦でまさかの黒星発進となってしまった渡嘉敷選手、まずは今回しっかり圧倒して勝たないと次がない、ここに全集中して勝ちに行く、とコメントを残していましたが、井上選手を待ち受けるどころか世界チャンピオンへの道も大きく後退するという末路をたどる羽目になりました。この試合を世界前哨戦と位置づけていた亀田陣営にとって、この状況は悪夢というほかないでしょう。このフェザー級を最終章としている渡嘉敷選手、年齢を考えるとできるのはあと9試合くらいと発言していただけに、もうこれ以上の積み上げは厳しいのではという声も上がっています。怪物とフェザー級での激突を常に口にしていた渡嘉敷選手は、試合前、アメーバ公式 YouTube チャンネルアメーバボクシングにて、自分の今の最大のモチベーションは井上チャンピオンを倒すことと思うも、同動画に出演した父の白押氏は、持っているものは俺は負けていないと思う点ね、と期待の大きさを口にしていました。しかしながら、渡嘉敷選手の最終目標が井上選手との対戦であるのならば、WBA が指令してきた前王者の室ジョン・アフマダリエフ選手との挑戦者決定戦を受けて、12月に予定されている井上選手と WBA スーパー&IBF 世界同級王者のマーロン・タパレス選手の試合結果を待つ方が得策ではないかというのが世間の声。それについて、渡嘉敷選手は試合前の会見で、2年前に勝って WBA からも、次は渡嘉敷、ただ順番があるからもうちょい待ってと言われ、無駄なノンタイトルを2回挟んだのに挑戦がなくなって、挑戦者決定戦をアフマダリエフともう1回やってくれとなった。自分的にはベルトを見ているわけで、もう1回指名挑戦権を取るためにボクシングをやっていない、体もきついならば階級を上げてベストで戦った方がいいんじゃないかと決断した、と説明。それでもアフマダリエフ選手と戦い勝った方が井上と対戦するための近道では、と質問されると、横に座っていたコーチ氏がこのように説明しました。それは難しい、統一したら4団体あるので WBC IBF からも指名が出ていて順番待ちとなる、交渉が難しい、スーパーバンタム級に残った場合には WBA の指名試合を実現するまでにかなりの時間を要する可能性があるとした亀田陣営。実際井上はスーパーバンタム級で今後戦うべき相手として、元2階級制覇王者で WBC の指名挑戦権を持つルイス・ネリ選手、元3階級制覇王者のジョン・ミエル・カシメロ選手、 WBA 指名挑戦者決定戦に出る前王者のアフマダリエフ選手の3人の名前を出していましたが、そこに渡嘉敷選手の名前は見るかにもありませんでした。ならばフェザー級で3階級制覇を達成して王者となり、井上選手が階級を上げてくることを待つ方が結果的に近道になるのではないかという判断を下したのです。さらに渡嘉敷選手は、最大のモチベーションは井上チャンピオンに勝つこと、タパレスからベルトを取ることが井上チャンピオンに挑戦する切符だと思っていた、タパレスに先に勝ってそれぞれ日本のベルトをかけて戦うことに動いていた、それをもう一回挑戦者決定戦から始めるとなると4分の1だし、何年待たなあかんのかとなる、ここから3、4年、いやもう2年でもかかると、もう僕は引退です、と補足。アンチのファンからは、アフマダリエフから逃げた、との声も聞かれましたが、渡嘉敷選手は練りに練って、井上選手との対戦を実現する、最大の近道を模索していたのです。体重も相当きつい、レイ・バルガスに負けて、1年間フェザー級の体を作った、スーパーバンタムに戻しても、できても2試合だった、4年前にレイ・バルガス選手との WBC 世界スーパーバンタム級の王座と一戦に判定で敗れ、一度はフェザー級転向に舵を切り、フィジカルも強化していた渡嘉敷選手、減量的にもスーパーバンタム級が限界だったことも確かでしょう。このような様々な思いにより渡嘉敷選手は最終章のキャリアをスタートさせる決意を表明したのでした。一方の渡嘉敷は、階級が変わると対戦相手もプレーも変わってくるので、まずは渡嘉敷が
フェザー級でどんな試合をするかを見てから、2人にはそれぞれの進んでいる道が別々にあって、最終的に2人が交わるのかどうかは、それはタイミング的なところもあると慎重な姿勢も示していました。白押しの強気な発言についても、親としての目線もあるだろうし、世界一になった子供を3人育ててきて何か感じるものがあるのでは、自分はわからないと話すにとどめていますが、兄としてボクシングファンとしての思いもあるという好奇心、普段あまり見ない人にも広がるだろうし、人気の拡大にもつながる、実現したら面白いと明かしています。だとモンスターも不可能じゃないとした白押しは、このトモキ VS ドラミンでセコンドに復帰。2007年、次男大輝氏が当時の WBC 世界フライ級王者だった内藤大輔氏に挑んだ試合以来、実に16年ぶりとなる国内セコンド復帰となりました。白押しは2010年に日本ボクシングコミッションからライセンスを取り消されるも、 JBC の規定改定を受け、今年7月にトレーナーライセンスを再交付されたのです。後期も大輝もすでに引退していた。それからはセコンドにつかなあかんという思いもなく、そのような選手もいなかった。セコンドに戻ってこれることに関しては率直に嬉しい。最後は友紀しかおらん。狙っているものも大きいものがある。そこに向かって金だけが一つになって支えて、悔いを残さないようにやっていきたい。ボクシングから離れた16年間について、さらにセコンド復帰についてそのように語った白押しは、さらに友紀の性格は一番わかっている。一番慎重やし弱い面もある。実際に今はトレーナーのアドバイスを受けてやっているけど、間近でちょっとでも安心させてやりたい。今回は好機と一枚岩になってやっているので、モチベーションも高いはずと親心を覗かせます。一方、友紀選手のボクシングの成長については高く評価しているようで、久しぶりにスパーリングを見て、すごい変わりようだった、俺自身楽しみと太鼓判を押していました。そして一番は右、今までは右を打ちにくがっていた。それが今は力強く打てているし、スパーリングで相手が友紀の右でダウンをした。スパーリングでボディで倒させたことは何度かあっても、顔面へのパンチで友紀が倒した記憶はない。それにスピードは今までもあったが、パワーはなかった。今回はパワーも感じた。スピードもより速くなっている。タイミングの取り方、頭で考えるボクシングもできている。すごい成長していると絶賛し、正直一番合っている。スーパーバンタム級では力が発揮できていなかった、頼りなかった。今が一番いい体重と白押しは確信しているそう。本領発揮で臨むことになったフェザー級転向での初戦、白押しは次のように独自の展望を語っていました。ジャブのスピードもあって、これまでの課題だった右の手応えも掴んでいる。タイミングが合えば1ラウンドから行ってしまうと思う。無理にはいかない。展開作りが上手くなっているので、誘い込んだ時に右が当たったらそれで終わる可能性もある。仮に12ラウンドまでも連れ込んでも1ポイントも与えることなくフルマークで勝つと思うけど、フェザー級としては課題が残ってしまう。フェザー級には強いボクサーがたくさんおるので、白押しが圧倒的な結果を求めるのには理由があります。それは友紀選手がスーパーバンタム級で追い求めるも実現できなかった井上選手との戦い、それをフェザー級で実現するためには将来的にフェザーへの転向が取り沙汰されている。モンスターが上がってくるかもしれない。その時に友紀選手がフェザー級の一番の世界チャンピオンであり続け、待ち構えるのが唯一の道筋とも言えるでしょう。白押しはこの井上戦に対して、ボクシングは体重のスポーツ、スーパーバンタム級やったら全然あかんかったと思う。ただ井上尚弥とリングで交えるだけだったと、ほんまにやり合うんやったらフェザー級。今友紀は井上が前回途中で帰らせたメキシコ人のパートナーよりも強いパートナーを呼んでやっている。それでもスパーリングで友紀の相手にはならない。スパーリングやったら友紀の方が上。ただリングではスパーリング通りにはいかない。それをリング上で出しているのが井上尚弥、その強さがある。それでも今の友紀の実力は5分以上。それもあってフェザー級のリングでの戦いが楽しみで仕方がない。俺も見ればわかる。勝てない人間に勝てるとは言わないと強気な発言。フェザー級での友紀選手の快進撃を信じて疑わなかった白押しでしたが、一方で友紀選手が超えるべき大きな壁の存在を指摘しています。これまでの友紀には出し切る勝負強さが大きく欠けていた。自信さえ持てれば友紀は強い。足りないのは自信だけ。出し切ってくれさえすればあいつは怪物なのよ。持ってるものはある。出しを惜しみをしているだけ。もったいないのよ。なんで出さんのよお前はって何度も言ってる。白押し曰く、長男浩輝が引退をした際に4階級制覇を達成できなかった心残りと、あの時こうしておけばという後悔が残ったそう。今までは友紀選手が自分でプロモート、マッチメイク、選手権トレーナーの全てをこなしていましたが、この一戦に向けては高貴な全てを担って環境を整えてきました。兄弟で現役として残された友紀選手には後悔をさせたくないという思いの表れだといいます。再び一枚岩となった亀田一家だからこそ、白押しは亀田一家の
最終兵器に大きな期待を寄せます。井上尚弥戦が実現して勝ったらほんまにすごいこと。その時ばかりは好奇がどんなもんじゃいって言うと思うで。最高のどんなもんじゃいを思い浮かべてできることを全部やっていくしかない。ただこれは全て友紀次第。友紀がフェザー級でチャンピオンになったら実現する、ならなければ実現すらできない。実現するだけではなく勝たなあかんのよ。だからこそ友紀がひょっとしたらという状況を作らないとダメ。今だったら皆に寝言でも言っとけと言われてしまう。フェザーでに参戦した時にフェザー級で友紀とやれ富永が言い出した時に実現しなければいけなくなる。避けては通れない。ファンに周囲にそう言わせるだけのフェザー級王者になることが大事。だからこそ今回はただ試合をするだけではなく勝ち続けないといけない。井上尚弥がリングで示し続けているような格の違いを見せつける戦いが必要。接戦ではダメ。フェザー級で何戦かやってベルトを持って友紀は常に待っておけばいい。そこで勝つ、それが俺亀だけの目標やな。そして親父の言う通りやと思うとその意見に同意していた友紀選手。井上チャンピオンはああいう勝ち方を毎回している。こっちもそれなりの試合で勝つだけでなく圧倒的な勝ち方をしないとファンもやれとはならない。それは重々分かっている。1試合いい内容で勝っていかないとそういう声は出ない。だからまずは明日の試合が大事になると悲壮な思いを明かしていました。しかしそんな亀田親子の思いも今回の敗戦で打ち砕かれてしまったと言えるでしょう。一方のモンスター井上選手は2階級目の4団体統一戦実現にまっしぐら。12月26日に日本開催で WBA IBF 統一王者のタパレス選手と4団体統一戦を戦うことを計画していると元米スポーツ専門局 ESPN の著名なボクシング記者スティーブ・キム氏が自身の SNS で報じました。井上選手が契約しているアメリカ興行大手トップランクのボブ・アラム CEO が12月26日に日本で開催される井上尚弥対マーロン・タパレスのスーパーバンタム級4団体統一戦に向けて事態は前進していると信じていると語ったといいます。井上選手は9月21日に東京都内で取材に対応した際に交渉はすごくうまく進んでいるという話を聞いていると対戦交渉が順調なことを明かしています。10月6日には自身の SNS を更新し最近のトレーニングでは気持ちと体のバランスが程よく一致していてこの段階においてよく仕上がってる。このまま12月を迎えたいところだけどそうはさせてくれないのがボクシングの難しさ。奥が深いねと調整は順調だとしていました。9月25日から29日までは横浜市の大橋ジムなどでフィジカル強化期間の集中強化トレーニングを実施。弟でWBA 世界バンタム級王者の拓磨選手がスパーリングパートナーとして招聘したサウスポーのフィリピン選手3人と就任3度のスパーリングを今月9日に開始する予定で井上選手もサウスポーのタパレス対策としてフィリピン選手3人と拳を交える見込みとしています。フルトン戦に続く圧勝を期待したいところですね。いかがだったでしょうか。今回は井上選手に勝てると豪語していた友紀選手の末路をご紹介してきました。可能性はゼロではないもののこの敗戦で井上 VS 亀田の実現はほぼ完全消滅したと言ってもいいでしょう。皆さんはどう感じましたか。ぜひコメント欄で教えてくださいね。チャンネル登録高評価を押すかはお任せしますのでせめてもう一本私の動画を見ていってくださると嬉しいです。それではこの辺で。